よう、ここにいりゃお前に会えるかと思ったんだが、ドンピシャだったな。おっと、うん、まい、土産持ってきたから渡そうと思ってな。本場直送ジェラートだぜ。おっと、うん、溶けないうちに食えよ。気に入ったらまた持ってきてやるからな。おっと、エクセレル。行くぜ。フルコースよ。楽しませてね。やってやるぜ。まずは一つ。死ぬ気で暗殺。うわ、何しやがるてめえ。チャオッソ。なんだか急に眠くなってきちまった。悪いけどうちまで頼むぞ。あれ、もしかして連れてきてくれたの？たく、もうしょうがないな、リボンのやつ。ごめん、重かっただろう。少しうちで休んでっていいよ。とっておきのケーキがあるんだ。よう、こんなとこで会うなんてすげえ偶然だな。おっと、なんか嫌な雰囲気だ。ん、俺になんか用か？ちょうど暇だし、俺でよけりゃいくらでも付き合うぜ。おっと、なんか嫌な雰囲気だ。ん？お前は？ほう、お前なかなか面白い遊びをしてるな。おいおい、GO!
てやるぜ。行くぞ。ほらよ。いや。死ぬ気で暗殺。いや。ちょっとお願いが。すいません、小鳥たちを預かってくれませんか。実は商店街にこの子たちのエサを買いに行くんですよ。エサを買いに行った後、喫茶店にも行きたい。あそこの喫茶店はペット禁止ですからね。と遊んでくれるだけでいいんですよ。どうです、引き受けてくれませんか。長くはかかりませんよ。それではよろしくお願いします。苦労しているようですね。どうやらあなたには荷が重かったようですね。いえいえ、お疲れ様でした。ゆっくりお休みください。では、変装野郎だな。本物のランボさんだもんね。嘘つけ。本物だったらもっと情けねえはずだ。やっぱ偽物だな。よへっか、まあ、この野郎、正体を現せ。本当に本物だもんね。変装野郎め、見つけたらまず俺がボコボコにして、それから演出顧問にしてやる。いじめ反対です。パール、アホんな。おめえも本当にアホ女か。ハルはアホ女って名前じゃないです。三浦ハルって名前です。だいたいてめえは緑中だろうが、なんでここにいるんだ。怪しいぜ。今日は学校が休みなんです。創立記念日なんです。だから綱さんに会いに来たんです。そんな言い訳信じられるか。十代目、聞いてくださいよ、綱さん。徳寺さんが春のこと偽物だって言うんです。
奥寺君、春は本物だと思うよ。春が偽物になるわけないです。だってツナさんに対する春の愛は本物なんですから。10代目がそうおっしゃるなら、これは本物のアホ女っすね。アホ女じゃないです。春は春です。10代目の周りに不審人物がいたら俺に連絡ください。すぐに正体を暴いてみせます。ありがとう。でも手当たり次第喧嘩は売らないでね。心配ないっすよ、単なる取り締まりっす。やっぱり心配だ。ツナが偽物ってこともありえるぞ。リボンさん、リボン、そんなこと言わないでよ。俺が国寺君にやられちゃうよ。大丈夫っす、この俺が偽物の10代目を見破れないはずがないっすから。すごい自信。おい、そこにいんのは誰だ。六道ムクロ、おめえの場合は本物も偽物も関係ねえ。どっちにしろ10代目の敵だ。俺は本物だ。ったく、どいつもこいつも偽物に見えるぜ。極寺君、今日は忍者ボムをみんなの前で披露してくれる日だよね。ああ、すっかり偽物退治に夢中で忘れてました。じゃあ、体育館に来てください。見ててください、10代目。大丈夫かな。爆発するのを見るのは初めてだし。3、2、1。な？極寺君、どうしたの？すいません、10代目。どうして謝るの？俺、自分が目立つのに夢中で、このままだと忍者ボムのせいで俺が一番目立っちまいます。それは別にいいんじゃない。それはダメっす。一番目立たなきゃいけないのは10代目です。ランボさん、一番目立ちたいもんね。ランボ2番、ピピ1番。俺、忍者ボムの別の使い道考えてきます。あら、なんだよ、忍者ボム見たかったのにな。俺は10代目の右腕失格だな。根本的な問題に気づかなかった。あ、10代目、俺は10代目の右腕失格でしょうか。10代目のことより自分のことを考えちまって。10代目が目立つように改良したいっす。10代目に危ない思いはさせられないっす。褒めていただけるのは嬉しいっすけど、万が一ボムの暴発があったら、俺は自分が許せないです。
俺のアイデアはつきました。名案っすね。それに決定しましょう。いつも俺に任せてくれる10代目が今回はバシッと決めてくれましたね。ゴクデラ君、10代目ゴクデラ君、新しいボムの使い道決まった？10代目、あれ、今10代目ワープしませんでした？ワープ？そんなことよりボムの新しい使い道決まったの？10代目が決めてくれたんじゃないですか。俺は頑張りますよ。大丈夫、絶対怪我はさせません。怪我？どういうこと？とは言っても10代目に向かって練習ボムを投げるわけにはいかねえ。まあこの際だから連中に練習台にやってもらうか。試作版忍者ボム。誰、買い物の邪魔をするの？試作版忍者ボム。誰だ？試作版忍者ボム。結構実験したな。大体の距離はつかめてきた。名付けてニュー忍者ボムも完成間近だ。どうしたんですか、10代目？ゴクデラ君、どうしよう。俺、学園祭に出られないよ。どうしてですか？俺のせいだ。成績が悪すぎて、学園祭の期間中に補習を受けなきゃならないんだ。まずいっすよ。回避する方法ないんすか？学園祭前日に追試があって、それに全科目合格すればいいらしいけど、全科目合格なんて無理だよ。くそ、先行連中め。10代目、俺に任せてください。任せるって何を？俺が何とかします。